56歳の女性がマイナス11キロ達成、おめでとうございます。いくつになっても綺麗なスタイルを維持したい女性が特に気になる太ももを痩せるためのストレッチとチェック方法、さらにポッコリお腹解消のためのストレッチとチェック方法も特別にお伝えします。1回で遅くなるのでウエストと太ももメジャーでビフォーアフター計測してみましょう。まずはうつ伏せに寝ましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。まず左のかかとをお尻に近づけます。この時に骨盤の下に手が入る、ここに隙間がある方は骨盤が歪んでいる証拠です。もう一つ見てほしいことはかかとがお尻につくかです。つかない方は手を使ってもいいです。手を使ってかかとがお尻につけばなんとかギリギリ最低ラインはセーフというイメージです。次は右のかかとをお尻に近づけます。右手で骨盤の下手を入れてみて、隙間がある方骨盤が歪んでいる証拠です。もう一つ見てほしいことはかかとがお尻につくかです。手を使わずにつくのが理想ですが、つかない方は手を使ってかかとをお尻につけてみましょう。まずうつ伏せのまま両手を耳の真横に置いて上半身をぐーっと反らせます。腹筋のストレッチです。肘をしっかり伸ばしきると腹筋よく伸びると思います。いまいち伸びない方、ちょっと顎上に持ち上げるとより伸びてくると思います。腰が痛いよって方はこんな感じで肘をついてちょっと顎持ち上げる、これだけでも腹筋が伸びると思います。呼吸は止めないようにしましょう。腰が痛いまま無理しても良いことないので、腰が、ね、痛くない範囲、腹筋が伸びてればそれで正解です。 OK。 そしたら次は肘と膝ついたままお腹を浮かせます。膝つきプランクです。わざと猫背を作ってほしいので、おへそを覗き込むようにわざと腰を丸めましょう。腹筋使う感覚あれば OK です。きついよって方は肘をちょっと手前に自分の方に引くとだいぶ楽になります。逆に余裕だよって方は肘をなるべく遠くにつくとよりきつくなります。腰が痛い方は絶対無理しないでください。しっかり猫背作りましょう。腰丸めて、呼吸止めて頑張って、あと少し、よし OK。 次は上半身寝かせちゃって大丈夫です。かかとをお尻に近づけるイメージでパタパタ動かしていきましょう。かかとがお尻につかなくても大丈夫です。できる限り近づけましょう。で、余裕がある方はこうお尻と裏ももの境目、ここの筋肉が動いてるなって感覚があると最高です。こうやって手でね触ると、力入ってるなっていうのが分かると思います。これスピード勝負じゃないのでゆっくりね、この裏ももお尻意識しながら呼吸止めずにやってみましょう。よし OK。 そしたら上半身こうやって寝かせたまま左足を右こっちに持っていきます。左のお腹の前面、ここのストレッチです。上半身はしっかり寝かせたままつま先を後ろにぐーっと引くと左のお腹伸びてくると思います。いまいち伸びないよって方はちゃんと上半身寝かせたままつま先をね、誰かに引っ張られてるイメージでいろんな角度で伸ばしてみるとお腹伸びてくると思います。腰が痛い方は腰痛くない範囲で大丈夫です。呼吸止めないようにしましょう。よし OK。 次反対いきます。上半身を寝かせたまま右足を左に持っていきます。右のお腹の前面伸びる感覚あれば OK です。しっかり上半身は寝かせておきましょう。つま先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。こう腹筋とか腹筋ができないとか腹筋してもウエスト細くならない方のほとんどは腹筋の柔軟性不足です。こうやってね、腹筋を使うことも大事ですが伸ばすストレッチも大切なので両方この動画では行っていきます。呼吸止めないようにしましょう。この次の種目から上向きになりますのでスマホを持って上向きになる準備しておいてください。 OK です。枕ある方は枕入れましょう。じゃあスマホ持って上向きになりましょう。スマホを手に持ったまま膝を伸ばしましょう。それをしかどうかチェックしていきます。手を腰の下に入れます。手がすっぽり入ってしまう方、反り腰の証です。
原骨がすっぽり入ってしまう方、かなり重度の反り腰です。かなりやばいと思ってください。これもビフォーアフターで変化出ますので、一緒に最後まで頑張りましょう。まずは膝曲げたまま足を持ち上げます。お尻が床から浮くぐらい足を上げましょう。前ももをお腹に近づけるイメージです。お腹、下っ腹のあたり使ってる感覚ありますか？しっかり呼吸は続けましょう。どうしてもきつくて上がらないよって方は肘とか手で床を押してちょっとずるしても大丈夫です。呼吸止めないで頑張って、きつかったらサボってもいいですよ。あとはね、再生速度を調整して自分がやりやすいペースに変えても大丈夫です。よし、 OK。 そしたら次、右足を大きく外回ししていきます。内側から外に向かって、時計回りと反対、反時計回りに回します。大きく回しましょう。股関節ゴリゴリなるよって方は痛みがなければ、そのまま大きく回して大丈夫です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みない範囲で回していきましょう。こうやって反対の足はね、立てておいても OK です。でこれもスピード勝負ではないです。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で動かすことが目的です。呼吸は止めないようにしましょう。よし、 OK。 そしたら次、左足、これも内から外に大きく回していきます。今度は時計回りですね。こっちも同じくゴリゴリ鳴る方、痛みがなければ大きく回して大丈夫です。ただね、股関節ゴリゴリになるのがすごい気になるって方多いので、一応その専用の動画も作ってますので、概要欄貼ってますので、どうしても股関節ゴリゴリ気になる方は見てください。スピード勝負じゃないですからね、なるべく大きく回す。呼吸は止めないようにしましょう。皆さんついてきてますか？きつかったら再生速度調整したりとか、途中でサボりながらやってみてください。OK。そしたら次は膝曲げたまま足パカです。膝曲げたまま足パカ、これもスピードよりも普段動かさない範囲で動かすこと、しっかり開ききる、内ももを使って閉じきる、開ききる、閉じきる。腰が痛い方、お尻の下にこうやって手を入れるとだいぶね、腰への負担が減って楽になります。ただ限界まで広げて閉じきる。呼吸は止めないようにしましょう。なるべくね、前ももお腹に近づけておくと腹筋にも効いてきますよ。しっかり閉じ切る。 OK。 そしたら膝を曲げておいて、ドローイン呼吸法ですね。息吸って限界までお腹膨らませましょう。もうこれ以上膨らまないよってところまでお腹を膨らませます。膨らましたらゆっくり吐いて、吐きながらお腹へこませる。吐いて吐いて吐いて、もうちょっと吐いて頑張って、へこませて、お腹硬くなってれば OK。 よし、もう一回吸って限界まで膨らませて、もうこれ以上膨らまないってところまで膨らませたら、ゆっくり吐きながらお腹へこませる。頑張って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 、あともう少し、吐き切ってお腹硬くなってれば OK。 よし、 OK。 じゃあ次、休憩ストレッチ、左足を右こっちに持ってきます。左膝を床につけて、左肩なるべくこっちも床に近づけると、腰、お尻、背中伸びてくると思います。呼吸は止めないようにしましょう。で最初にメジャーを使ってビフォーアフター測りましょうって毎回お伝えしてるんですが、結構ねメジャー持ってない方多いみたいなんですが、まあ、楽天とかアマゾンでも買えるし、近くのね、100円ショップで売ってるので、ぜひ、100円でね、買って、試してみてください。ビフォーアフター本当に細くなるので、めちゃめちゃやる気になります。OK。次逆いきます。右足を左、こっちに持っていきます。膝を床につけて、この右肩も床になるべく近づける。腰、お尻、背中、伸びる感覚があれば、OK です。ただ筋トレではないので、無理にギューッとねじる必要はないです。伸びてるなーぐらいで OK です。呼吸を止めないようにしましょう。で今日は最初にこう骨盤の歪みのチェックと、あと反り腰チェックもしました。両方ともね、もしやり方わからないとかあればコメントで気軽に質問してください。呼吸は止めないようにしましょう。
よし、OK、これで上向きになりましょう。次はですね、両膝曲げたままスタートします。まず右足しっかり伸ばしきる、下ろす、伸ばしきる、戻す、繰り返しましょう。これ目的は膝伸ばしきることです。スピードは重要じゃないです。しっかり膝伸ばしきる、この膝肉を撃退します。でしっかり伸ばしきることで膝の裏とかね、裏ももも伸びてきます。きついよって方はこれぐらい低い位置でも全然 OK です。頑張れる方は高い位置で伸ばしきる、ちょっと僕も高い位置は分からないですけど、頑張れる人は高い位置、ラスト1回一緒に伸ばしましょう。グッと伸ばしきる、 OK。 次左足いきます。左膝伸ばしきる、戻す、伸ばしきる、戻す。スピード重要じゃないですよ、伸ばしきることが目的です。余裕がある人は高めでしっかり伸ばしきる。これね、伸ばしきりたいので高く上げるっていうのもしっかり伸ばしきれる高さでやりましょう。きつい人は低い位置、これでも全然 OK。 ここまで膝伸ばしきることって普段ないので十分ね、これでも足痩せになります。でこの次からちょっときつい腹筋やりますので、スマホ手に持ってる方、スマホはね、一回床に置くとか立てかけておくといいと思います。伸ばしきる、 OK。 じゃあ次きつい腹筋いきますよ。スマホは一回手から離して置いておくか立てかけておきましょう。両手をこう後頭部で組みましょう。で手で頭を持ち上げてから腹筋、頑張って、肩甲骨が床から置けば十分。首痛い方、ちゃんと手で頭を持ち上げてから腹筋、腹筋意識して、肩甲骨が床から浮けば OK。 首痛い方は絶対無理しないで、ちゃんと手で頭を持ち上げて、頑張って、呼吸は止めない、しっかり腹筋意識して、きつかったらサボってもいいし再生速度調整しても OK。 頑張って、ラスト1回よし OK。 そしたら1回膝伸ばして休憩ストレッチです。肩幅よりちょっと広めに足広げたら、つま先内外にねじっていきます。この股関節付け根からしっかりねじる。呼吸を止めないようにしましょう。付け根から動く感覚ありますか？こっからです。これもね、あくまで休憩なのでサボってもいいし、腰が痛かったらこうやって膝曲げてこうやって倒してもいいです。あくまで休憩ストレッチです。呼吸を止めないで OK。 そしたら次は両手を後頭部で組んで膝曲げたまま足持ち上げます。ねじる腹筋です。右肘で左膝タッチ、左肘で右膝タッチ、ねじります。肘と膝つかなくても OK、 できる限りねじる。頭はちゃんと手で持ち上げる、首の力で起き上がったら首痛いですよ。頑張って、腹筋意識してゆっくりでいいからしっかりねじって、きつかったらサボって OK。 きつい、頑張って、あと少しちゃんとねじって、腰首痛いから絶対無理しないで、頑張れ、あと少し、きつい、OK。 よく頑張りました。そしたら膝曲げたままもう一回さっきと同じ呼吸法、ドローインです。鼻から息吸って限界までお腹膨らませましょう。これ以上膨らまないよっていうとこまでお腹膨らませる。限界まで膨らませたらゆっくり口から吐く。吐いて吐いて吐いて、吐きながらお腹へこませて、吐き切って、よし OK。 では先週行った反り腰チェックやっていきましょう。膝を伸ばした状態で手が腰に入るかです。手がすっぽり先入った方、手が入りづらくなってる感じありますか？肩骨が入った方も狭くなってれば OK です。変化出ましたか？どうですか？では次うつ伏せになりますので、スマホ持ってうつ伏せになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。では両手を耳の横について上半身をぐーっと反らせます。腹筋伸びる感覚あれば OK です。いまいち伸び感がないよって方はちょっと顎を上に持ち上げるとより伸びてきます。腰が反って痛いよって方はこんな感じで肘ついてちょっと顎を持ち上げる。こうするとね、腹筋が伸びてくると思います。腹筋を伸ばすことが目的なので、どっちでも伸びてれば OK。無理やりね、ぎゅーって伸ばして、
腰痛めたりしたら本末転倒なので腹筋が伸びる範囲で OK です。無理せずやりましょう。呼吸をね止めないようにしましょう。よし OK。 そしたら上半身ベチャーっと寝ちゃって、次は左手で左足首をつかみます。かかとをお尻にしっかり近づけましょう。左の前もも伸びる感覚があればそれで OK です。いまいち伸びる感覚ないよって方はつま先の方を掴んでつま先をお尻に近づけるイメージ、こうすると左の前もも伸びてくると思います。上半身はねきつければちょっとこうやって起こしててもいいですが、肩変な風に力入りすぎないようにすることと、呼吸は止めないようにしましょう。前もも伸ばすことが目的です。腰痛い方は無理しないでください。よし OK。 じゃあ次は右手で右足首をつかみます。かかとをお尻にしっかりぐーっと近づけましょう。右の前ももをストレッチしてます。呼吸止めないようにしましょう。いまいち伸び感ない方はつま先の方を掴んでつま先をお尻に近づけるイメージ、こうするとね前もも伸びる感覚が出てくると思います。足もお腹も両方ともね筋肉使うトレーニング的な要素も必要だし、ストレッチ柔らかくするってこともね両方痩せるためには必要です。呼吸を止めないようにしましょう。よし OK。 次で最後の種目一緒に頑張りましょう。上半身寝かせたまま左足を右こっちに持っていきます。左のお腹の前面ここ伸びてれば OK です。つま先遠くに向かってぐーっと持っていくとお腹伸びる感覚あると思います。腰が痛い方無理しないでください。いまいち伸びないよって方はこうやって一回戻してちょっとね違う角度でやってみたりするとお腹伸びると思います。イメージとしてはつま先を誰かに引っ張られてるイメージです。ここ伸びれば OK。 呼吸は止めないで。よし OK。 したら次逆右足いきます。右足を左にぐーっと持っていきます。右のお腹の前面伸ばすことが目的です。つま先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。腰痛い人は無理しないでください。いやここまで頑張った方ねもう全然ズボラじゃないです。素晴らしい。ただねこれでも物足りないよって方は一応概要欄に追加のストレッチ貼ってますので、ぜひそのまま続けてねやってみてください。で一回やってみていろんな疑問皆さん出たと思います。コメントでもちろん質問いただいてもいいですが、概要欄に無料のズボラストレッチの教科書と、LINE アットもね貼り付けてますので、ぜひそちらもご活用いただければと思います。よし OK。 お疲れ様です。そしたら骨盤の歪みチェックもう一度やってみましょう。かかとをお尻にぐーっと近づけます。骨盤と床の隙間、ここに隙間があったのが手が入らなくなってるんじゃないかなと思います。どうですか、変化出ましたか。もう一つはかかとがお尻につくかどうか、手を使わずについたら理想です。手を使ってかかとがお尻につけば最低ラインはクリアというイメージです。手を使ってもねつかない方ちょっと硬いと思います。ただねやっていくうちに柔らかくなりますので一緒に頑張りましょう。ぜひね変化が出たかどうかコメント欄で教えてください。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。